はい。えー、11月のね、6日配信分になると思います。<う>は,いはい。もう11月ですよ。早い。ですね。すよね,ね寒いもんね。忘年会やらないとね。うん、忘年会いいですね。ねあの、忘年会って言うとね、忘年会って言うとねっていうこともないけど、やっぱこうなんか飲んだり食ったりってことになるでしょうん。何行く何食べたいなんだろうなぁ。 なんかもうあれですねカウンターで寿司とかやりたいですな。いやー何それ大人じゃん<や>高くない,ういう。いいじゃん <laughs> そんぐらいの小金は持ってるでしょうよ。<笑><笑>まあ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 、まあ、<laughs> もういい年ですからね。いい年なんですから。<laughs> 魚はい。あの魚が増えたねもうね。<の>魚が肉というよりか。 ね、あ食うも自分が食べるものがですか<う>、ね、<laughs> 10年の会話だな <laughs> はいそんなの誰も興味ありませんからね <laughs> 朝ポッキーもちなみに忘年会やりますのでこれねまたあの別に告知があると思いますので皆さんぜひ来てくださいイベント盛りだくさんですねそうなんですよねイベントバンバンやっていきますよよしで今回は、うん、その、まあ、リスナーさんからね頂い,いているこう質問について 話をしていこうと思うんですよ。毎回ね、本当皆さんね、たくさん、あの、質問、ご意見、ご感想、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなかね、あの、すぐに読めないものもあって、い,いつまでも読まねえなっていうふうにね、こう、痺れを切らしてる人もいるかもしれませんけど、必ず読みますので、あと最近あんま来てませんので、あ,<ら>あの、二人が泣いちゃいますのでね。そうですよ、打ち切りですよ。<laughs> 質問来ない <laughs> あ、打ち切りますよ。<laughs> はい。えー、ご質問いただきましたのは、ちょっと年齢とか性別わかりません。横井さんという方ですね。 え私は都内の私立高校の教員です。うんえ神田さん、奥山さん、伊藤さん、学校の果たす役割について語ってほしいです。こう、大きいね。大きい,ね大きい質問が来ましたけれども、ちょっとこの話ね、入っていく前に、まあこれまでもちょ、ちょこちょこは聞いてますけれども、皆さんのね、その学校っていうもの、まあこの方は特に高校の先生ってことなんで、うん、まあ中学高校あたりっていうのは、あの、どんな 生徒で学校にどんな思いを持ってるのかっていうのをね聞いていこうかなと思うんですよ。まあ伊藤さんからにします。そうですね。うん、あの学校の役割ってやっぱ結構変わってきてるのかなと思うのは、やっぱオンライン学習できるじゃないですか。まあ、はい、コロナでね、勢いが生まれましたね。できるじゃないですか。うん、でこれ考えるとまあも,もちろん小中高ぐらいまであれなのかもしれませんけど、はい、とりわけ大学以降とかになると、じゃあそれそれってオンライン学習との差分は何なんですか。 って考えなきゃいけないと思うんですよ。確かにで、それ考えると、やっぱどう考えてもコミュニティなんですよね。うん。その、一緒に学んでいる人たちと。同級生。そう。そう。同級生とか先輩とか後輩とか。ああ、関係性。僕は全くそういうのはないけど。ないんかい。ないけど。それ一番大事だと思う。待ちなさいよ。関係性はないの全くない。え、なに部活とかそういうの入ってなかったの部活もほぼ入ってない。ろくにやってない。ろくにやってない。あ、幽霊部員みたいなことうん。 え、その、でも、クラス一緒の子はいるじゃん。だって、一人も知らないもん、今。<laughs> 小中高で今会う人一人もいない。大学生で一人あ,あ連絡を取り合ってる人はいない。いない。うん、まあ、それは俺もいないかな。ほら、いないじゃん。いなくていいんほら <laughs> とか言わないでしょ。いなくていいんですよ、別に。<laughs> うん、まあね。そう。だけど、あれいなくてよかったら。でも、 ややっぱコミュニティ大事だよ。違ういう違う、そう。要因に関係ない。れ、今、矛盾があった、矛盾があったよ。関係性が大事だって言いながら、あなた持ってないっていうのは、全然、その、なんで、実体験に伴ってないじゃない伴ってない。嘘じゃん、そじなん。あっちが嘘なんじゃないないから、あった方が良かったああやっぱり。ダメだ。こうなっちゃう。こうなっちゃう。こうなっちゃう。こう何今、後悔してんのうん 嘘だいやいや絶対後悔してないだろいやいや後悔はしてない。じゃあしてないじゃないし,てないしてないじゃない後悔はしてないけど、も,すすもっと違う人生はあったかもしれないなっていうのはありますね。本当にそう思ってんの少し。<laughs> いやでもある、ある、ある。こんなこと言ったって本当はいないんじゃない関係性ないじゃないないよ。ないけど、やっぱり絶対あった方がいいって今になって思う。なんでだって結局さ、なんか仕事の関係とかさ、うん、その人間関係のこう、なんてかレイヤーがさ、すごい少ないわけですよ。 だけど仕事なんていつまでもやってるわけでもないし、別に家族だっていつまでも生きてるわけじゃないわけじゃないですか。<laughs> ね、ペット飼ったって死ぬし、うん、やっぱそういつもレイヤーがさ、近所とか <laughs>、ね、学校とかあったほうがいいわけですよ。うん、まあそれはそうだそう。で、そのうちの学校って、とりわけそのビジネス絡んだりしないから、うんうん、そういうことが確かか向いてるんじゃないですかっていうのは思う。そういうちょっと利害関係から離れたね、人間関係。小山さん。 聞いていいてですか僕もね、はい、ほぼいないんですよもうダメだこの3人はダメだいないんです <laughs> 孤独な中年の集まりでも <laughs> 本当にダメだおしまいだもう何のセーフティーネットもないよい取り合ってなくて、うん、ただなんかまあ自分の父親が教育関係っていうか教育大の教員だったっていうああそう言ってましたね謎のちょっとあれだったんですけど、まあ、周りにそういう関係者が多かった とかでなんかいろいろ感じることがあったのか何なのか分かんないですけど今思うのはなるべくなんか、まあ、い,い,いい意味でっていうか邪魔しなければいいんじゃないのかなねねね,ねどういうこと結構リスク多いじゃないですか学校生活リスクまあ僕なんかあの初任地が佐賀で佐賀のバスジャック事件っていうのを取材してたもんね、うん、記者としての初任地がね,そうですね初めに行ったとこが佐賀だったああバスジャック事件クあった2001年だよねそうですね5月 5月ああ。覚えてる覚えてる。あれがまあすごい学校でいろいろ馴染めなくて思っちゃってみたいなのでんどんどん悪い方向に行って、まあ、最悪の事態になっちゃったみたいな。<laughs> 多分さこれ知らない人もいっぱいいると思いますよすでにね。生まれてないよって人もいますよ二十三23年前話。だから、えー、と高校何年生高17歳ですね。17歳、ネオ麦茶。ネオ麦茶。だよね。2チ, 2>, あの2チャンネルに書き込んでたんだけど。はい 山口えんちゃちゃ佐賀の高校生がなんだっけ、はいはい、高速あバスだバス,施設バスを博多行きのを乗っ取っちゃって途中から包丁というか銃刀っていうちょっとでかい包丁を取り出して人質を取って目的地から通り過ぎて広島まで行って広島の、まあ、インターチェンジでえパーキングエリアで、えー、未明に。 まあ、SWAT を乗り込んで鎮圧するっていう。うんあ,ね、えそのあなたは何を取材してたのいや僕は赴任、まあ、して1か月後にその事件が起きて、<laughs> そのまあ、あらゆる現場に使いこき回されたっていうことなんですけど、別にそれは何を取材したかっていうよりかはほとんど肉体労働ではあったんですが。であごめんごめん、学校と同居それは学校ですごく、うんまあ、ざっくりとこじれちゃったわけです、人生が。 まあ問題だったり、家庭の問題だったり、周囲の問題だったり、いろいろ複合的だとは思うんですが、なんとなく、プラマイゼロで送り出せばいいんじゃないかなみたいな気はしてて、学校の役割、プラスで何かを得てもらいたいみたいに考えなくてもいいんじゃないかなっていうふうには今思ってますそのね、これ、質問くださった方は先生ですよ。はい 先生に対してあなたなんかまあ、プラマイゼルでとりあえず3年間が経過すればいいんじゃないかって、そういうふうに言ってるんですかあなた。すげえ、それが大事じゃないか。なんか、ざり伊藤さんもなんか同感みたいな顔してるのが怖いよね。いや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 。よくわかんなかった。わかんなかった。わかんなかった。いや、でも結構先生個人できることってあんまないわけじゃないですか。例えばその、担任のクラスの制度とか、なんか、もうすでにガチガチに決められた縛りの中でやらなきゃいけない。 わけでえそれは誰せ先生にとって先生の相談に答えるという意味で言えば、<ー>なんかその制度を変えるとかっていうのは、まあなかなか言ったところでってで。で、いや、そんな聞いたことないよ、そんなのあとそれなら、なんか、まあ、なるべく、あんまりこう、うん、<laughs> どんどん言葉があれなんですよ、ね。なんですか、言ってくださいよ。余計余計な今更、もう、はい、もう、返せま,すもあまり僕はあの期待してないっていうか、本当。そうね。はい、<ー>こじらせないようにするだけで十分じゃないか。 十分役割は果たしてるんじゃなないかなという気はいえまあ学校でないと選択肢が少ない世の中ではなのでつまんないこと言うなよあそ,うだ、ねはい、その資格をまあつつがなく取るように過ごすっていうのが大事なんじゃないかな気がしてますよ。 なんかお父さんみたいだね。<laughs> 学校で行っ,っている、なんか息子をさ、ね、息子を悟すお父さんだって、とりあえず一っときなみたいなそうそう。え、なんかほら、例えば伊藤さんはさ、うん、あのど,どこの小中高とこでもいいけど、うん、この先生は良かった、とか思い出の先生とか言いますか、うん、いますいますいます。やっぱりあ、それはある、ね、あるある,あるどうう。どういう人あのね、 結構個性強かったんで知ってます嫌われることも多かった知ってますよだけどなんかうまく拾ってくれる先生もいてそうなんだそういう先生のこと覚えてます偉いね拾うってどういうふうに拾うの拾うっていうかてかあなたどういう例えば学校の授業の間にさヤジを飛ばしたりしてたのそんなことはないと思うなんで嫌われるんだよなんでなんですかね態度悪い態度は悪い聞いてない漫画読んでるうんだってもう勉強簡単だなと思ってたからね うーわー <laughs> あ,あまあ、そういえなぁと思ってたから。その<う> <laughs> まあ、うん、結構重なっちゃうから、なんと見えないの。<laughs> <laughs> で、それが態度に出るじゃない。出ますね、少年だから。はい。隠せないもんね、子供はね、やっぱりね。そうよね。うん。でも、まあ、そこをこう、なんていうのか、別に優しくしてくれるというわけじゃなくて、うん、存在を認めてくれた先生っていうのは、まあ、ここに残ってますね。うーん。ああ 連絡は取ってないけどね連絡は取ってない年賀状も書かないけどね取,らないし取ってないですけどね<ー>、はい、奥山さんはそういう思い出の先生はいますか全然ないんですないんかいただ続かなく過ごさせていただいたのは感謝しますうん,うん、本当に続かなかったプラスもマイナスもなくあ、波風の立たない、はい、淡々と。淡々とした それはさ、なんかこう、みんながこう例えば高校のね、入学前に思い描く学校生活っていうのとはちょっと違うんじゃないですか。うん、あなた、そうやって思って、いや、波風立てずね、なんかそよ風のような3年を過ごせばいいなって思って,ってそった。そんな老人みたいな高校生いるのよね多分 <laughs> いや。当時はそれなりにいろいろもがいてたかもしれないですけど、うん、今思うと、なんかあんまりアクシデントもなく、いいことも悪いこともなくてよかったなと思ってます。<laughs> それ うん、それ、その横井さんね、この高,高校の先生にさ <laughs>、学校の役割についてって、その答えで大丈夫かな <laughs> あでも、学校の、僕、今後の学校の役割というとちょっと偉そうですけど、はい、僕は期待したいなと思うのはそういう話聞かし,てしたいのは、やっぱり今までのこの、なんていうか、人生の在り方って、うん、家庭だとか学校だとか、うん、そうね、職場だとかに一本足だほうじゃないですか、比較的もし。もしくは二本足じゃないですか。うん だけど別にそんなことなくって、もっといろんなコミュニティってあるわけですよ。例えば、今の子供とったちは一緒にね、フォートナイトやる友達とかさ、<ー>学習塾とか、ね、習い事とか何でもいいけど、いろんなコミュニティがあるわけじゃないですか。で、それを、のハブになってほしいですよ、やっぱり学校は。うんなんていうのか、それを全部取り回せとは言わないが、そのいろんなコミュニティに行くきっかけになる場になってほしいなと僕は思いますね。 まあでも今までさ私も散々あなたたちのことをさこんなことでいいのかって言ってきたけどさ高校で何やったかっていうと部活以外何の思いい出もななんんだよねなんか特にさ私公立県立高校に行ってたんですけど例えば授業とかさいやまあまあそれなりにもちろん面白い授業をやってくれる先生もいましたけどほぼ基本的にはなんか聞いてどうなるのかなって思っちゃうようなものが多かった。 の事実でいやそれでさやっぱこうね東京に今住んでるじゃないですか、うん、そうするとさやっぱこう私学志向とか強いのよね聞くとやっぱりこうさ何とか中学の何とか高校ではこんなすごいことやってますみたいなのをいっぱい聞くわけよおう俺のこう高校時代っていうのはそういうのは何にもなかったなっていうのを思ってさ学校の役割っていうことでいうとそういう私学っていうのはだからすごく自分から積極的に担ってる背負ってるってことだよね、うん うんそれどっちがいいと思うどっちがいいんだろうね。うん、なんかまあ俺みたいな性格だとかえってあんまり学校側からやられるのもう陶としいって思いそうな気もするんだよね。確かに。好きなことはしてたから。どうですか。うんなんかまか、あ、全然当事,者ない当事者ではないのでそうだね妄想半分の目と。もう好きに言っていいですよ。はい なんか東京のそういう受験的なものを見るに、なんかすごく、まあ、ざっくりと大変だなと思うのは、うんまあ、下駄を履かせるシステムなわけじゃないです下駄をか。せるといたら、全然違う結果になってる子供に対して、まあ,ねまあ、あらゆるアプローチを試みて、まあ、下駄というか、当面、うん、は親が望むような方向に持っていく。 でそれがうまく子供と会えばすごくハッピーではあるでしょうけども会わない場合もあるよね会わない場合もあるしそれは子供が方向性として合っててもなんかそのまあなんか実力というかその辺が馴染めないみたいなところでの不幸もあるけど結構そこのゴールが割と一方向ばっかりに向いちゃってるのは大変そうだなと思っててなで僕のな 僕らの時代というか少なくとも私がいたエリア釧路みたいなところで北海道ね下駄の博士用がなかったので <laughs> そんなこと言うなよもう素材勝負みたいなあなるほどでそこはある意味なんかちょっと踏ん切りもつきやすかったかなみたいなうん何かト,トレーニングする施設というか、まあ、塾みたいなのいなかったんで確かにさ東京に住んでて思うのはもう無数の選択肢があるんだよね うちも子供いるけどさじゃあ子供にじゃあ習い事させますかとスポーツさせますかって何でもあるんだよ。ものすごいマイナーなものから何でも出てらぶのあれ <laughs> <え>結局それってさ出て選ぶかって言ったらどうしたって親のその願望であったりとか親の思考が反映されちゃうよね。 だってやっぱりね、スポーツ選手でもちっちゃい頃からお父さんの影響でやってきましたみたいな話とかよく聞くじゃないですか。それいいことかなとも思うよね。うん、でもいいんじゃないのそれで合わなかったらさ、それは合わなかったってわかるじゃん。うん。何もやってないよりいいんじゃないですか。な何もやってないじゃん。何もやってない俺は。俺は何もやってない。<laughs> 後悔してるのえ、し,まあ、してるかないけど。あんましてる顔はしてないそうっすね。<laughs> <laughs> でもいろいろ選択肢あった方がいいんじゃないですかね。うん、いやだから。何に才能があるかなんてわからないじゃん。そうう得意とか。いやまあ才能がなくてもよいんだけど、何を楽しめるかなんてわからないじゃないですか。うんそ まあ親ガチャみたいな言葉もありますけどうん、うん、結構その割合が豊かじゃないとっていうのは結構都会は激しいなとまあ僕も正直親がそういう教員だったので恵まれてた方だと思うんですが<う>まあだからこそなんかそれがすごい東京とかだともっと過激になっているような気がしててなんかちょっとこう大変そうだなみんな。 うふうまあ、僕も関東出身ですけど、中学受験とかしてる人た人生が違うなと思ってました。もんねおやっぱ、周りにいた。今、周りいっぱいいました、ね。そうなんだよね。俺、塾とか全然行くのが嫌だったから、うんうん、嫌なったんで。うん、まあ、でも、意外と、あれですね。なんか、結局は。同窓生だと、そういったち近かったりしますね <laughs>。行く大学は一緒だった,みたいな。あ、そう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 。あるみたいですね。うん うんただ東京とか首都圏とかの環境で、そうやってこうさ、えー、中学受験しないみたいな選択肢を、しかもあなたの場合はさ、うん、あの勉強とかって聞かなくても分かるぐらいの学力はあったわけじゃん。1を聞いて10を知るタイプでしたからね。<laughs> <う>自分で言うのも、<laughs> <う>自分で言うのもなんですけど、んそういう人がでも、なんか塾とか行かないとかっていうのも、それなりに勇気のいいことなんじゃないの、ね、そうですねね、まあまあ、生意気な子供でしたから、ね 周りの子はだってさ、同じような話し親の子ってみんな言ってたんじゃないの塾に行っ,ってた、行ってた。何で行かないのいや、あれっすね、行かないでプロ野球チップスのカードもかつめてました。あ,<ー> <laughs> あそう。はい。え、それ何いつ頃の選手いや、だからもう小5、6ぐらいなんで、うん、平成の。どのチームが強かった西武とか西武強かったっすね。ああ、黄金時代。はい。はいはい。も<う>工藤とか。 まあ、あとヤクルト強かったですよね。野村再生工場で。ああ、古田とかがやってたりとかっていう。そうねはい、<laughs> 話それちゃった。<laughs> それをやった。もう夢中でやってましたね。ポテチいっぱい食ってたんだ。ね、そう。すげえ太った。<laughs> それさ、で、それ相手なんかいるの？そ一緒に見せると交換する相手とか。<laughs> いない。<laughs> なな、マジでいない。<laughs> <ー>それすごいね。え、一人でやったの？<laughs> 一人でって一人で食ってたんだ。 そうですねあなんか寂しい子供だなでも寂しくなかったんだよね <laughs> なんかね親が無理やり友達と遊ばせようとするのがすげえ腹,腹が立ったあそれはでも親はやっぱり思うんだそう腹が立った<ー>いや頼んでねえしって言っ<ー>それでポテトプロ焼き当時からその調子だったそんなやつ確かにクラスに友達できないよねそうなんですよね <laughs> そうなんですよねじゃないよ <laughs> その割には女子にはモテてたんですけどね。うもう、どうするこいつ。わけがわからない。勉強はやんなくてもできるとか言ってるしさ。<laughs> こんな嫌なやつね、<laughs> そりゃ嫌われるよ、そ <laughs> ら。<laughs> ちょっと待って、俺の話が聞いてるとすげえ嫌なやつ。うん、もうちょっと愛嬌はでもあるんですよ、これ。もうなんかさ、もうどんどん喋ってればどつもにハマってほうる。なか愛嬌やるマジやめよう。そう。マジやめよう。嫌われそう。 うん、ちょっとやっぱりね、このヨンゴさんもね、本当にあの聞く相手を間違った本当間違ったね,これね、うんでも確かに私ものその、持ってたりとかなかったけど、全然そいまだに付き合ってる同級生とかいない。いやいないよ。思別にいな,思い,出ない。でももう、これって、じゃあいるって言ったときに、そんなにいないと思うんですよ。なんかさ、それがいるべきだっていうのが、いるのが普通っていうのが、なんか俺、全然違うんじゃねえと思って、ね。あわかる なんかそれが当たり前って思われてる節あるよね。そうあのなんか今ってさなんか何回かこの番組で話しても恋愛至上主義ってだいぶなくなったじゃん。なくなった。昔のさ90年代の CM とかさ、かね、消費財とかの CM 見たら山ほど恋愛が含まれたじゃん。ねうん、今一切ないじゃん。<い>それと同じようででなんかあの変な思い出主義もなくなってほしいと思ってるもん。ないもんそんなもんなくて。んなんか、ね。 過去は美しいいみたなの伊藤さんとスラックで盛り上がっちゃったのがさ卒アルしてたって卒アルいらない卒業アルバムね捨てちゃう卒アル過去の写真いらないもんねうんない俺ないほんとにいらないじゃんてまあ僕も捨てましたねお前もかこれはどう考えても偏りがあるよねあるね自分なシ写メで撮った自分なん写真で撮自分の残した他はいない自分の残すにその証明写真みたいなやついらないだろあんなのいやんか 経過措置というか,なんか,、ね、か変わってくる姿も、ねね、<laughs> そうでもさそういうその過去のものとかも全部撮ってる人もいるよね何か実家からさ昔のさ、うん、子供の頃の写真とか送られてくるのがすげえうっとしくてさあなたがそう,うん送ってくるの<ー>なんかもうこれなんか持ってきなさいみたいな,、まあなね、アルバムドーンと持ってて <laughs> めんどくせえなと思ってあ,あの捨てましたけど <laughs> <laughs> それだったらもう親御さんに捨ててもらえばよかったらねそうなんだよああいうのいそれを無駄なこと知らねえよ実は<然>自治体によって違うんじゃないのんなんかああいうのはさそのまま実家に置いて朽朽ちてほしいんですよちないよ朽ち <laughs> ない朽ちない <laughs> でもなんかやらかしたらねそれは出回っちゃう そんなのはだって別に自分がしてたってどうい出回るのはさ、あれじゃない。他のさ、同級生の家にあるアルバムだからさ。しかも、オにしジくないやつだから俺んちにあるのじゃん。関係ないから。そうだよね。いや、でも確かにあんまりさ。そんなさ、過去世の中美化しすぎだと思うんだよね、やっぱり。うん。恋愛と同じように。つらかったから覚えてないのかなあんまいい思い出がないから覚えてないのかなああ、思い出がないの。そういうもんなんじゃないですか そこまで嫌だった記憶もないんだけど、うん、別に人生つらかったとは思わないけど覚えてることはつらかったことが多いっていうのはああうまあそうなんじゃないですかそうかもしんないねプ、うん、プララママイイががいいプラマイとい,うのがいいってことうんでも高校の先生どううしたらいいいんだろうねいやでも確かに伊藤さんが言ってる通りでさその3年間なり6年間なりをさ対価なく過ごさせてくれるっていうだけでもさなんか十分大変なことじゃないかと、ね、そうでよね。 どうなるか,か分かれ知らないばっかりですいじめられた時に守ってくれればいいんじゃないですか、うん、それだけやってほしいむしろそれが怪しいって感じもするけどねそれだって絶対やらないでしょ今の,今のやらないでしょっていうかあの難しいでしょだって今の仕組みだ,とだから岡山とか私とかがその支局総局で仕事を始めた頃っていじめとかあったでしょ ね、私もやっぱりいじめの取材とかあって、それこそね、えー、自ら命を絶った中学生のご遺体の前でね、お線香あげたりとかもありましたけどね、それはさすがに今減ってんのかな、なんかいじめはね、認知件数はどんどん増えてんだよね、うん、ただそれは法律とか、あの文科省の規定が変わったからっていうのが大きいので、なんとも比較し認知件数増えるのはいいことなんじゃないですか、そうだよね、見つかるってこと、ね。うん いじめなあ、うん、そうでもそういうのから助けてくれるっていうのはすごい大事だ、ね、そっちに全振りしてもらってもいいと思います、うん、人間をよくする方向じゃなくって、うん、悪い方向に行かせないっていうリンス側いやそれがさなんかさ比較的隠されてるというか例えばだって部活なんて絶対そうなんだよね部活の役割ってさ不良少年に不良行為を起こさせないっていうはすごいあると思う、うん、あああるるるある,ある,ある ね、スポーツなんか見てたらさやっぱそういうところでエネルギーを発散していることの尊さってあるじゃないだけどみんなあんまモテだって喋ゃれないんだよねそれはね言えばいいのにねうん企業がだって体育会計を取るのもそうでしょ大事なことじゃんねいっ、ね、一旦はルールを守って、うん、チームプレーができる人っていう必、ね、必要必要それをさ面接で見抜くよりさちゃんとあなたの何年間かかけてそう集団競技やっていきましたよねっていう方がはる、ね、かにうん、うん 見抜けるよねというのは、なんかそう言われるとそうかもなと思っちゃいますよね。そ、うん、そうそう,そう,そう大学ですら、俺、それ、その嫌いあるなと思うその嫌いっていうのは、要するに、大かなくあのさ、18から22ぐらいを過ごさせるっていう、うんうん、大学っていう枠の中にいるからさ、みんなさ、なんかそれなりに収まってるけどさ、うん、全部が全部、もし世の中に出てきちゃったら、なんかもっとこう、ね確かに。うん 学校のそういう隠された役割って、実はみんな遅<に>くって、単に世の中にまだ出さないっていう、まあまあまあ培養期、培養期間っていうのが、だからさ、伊藤さんの言ってたらさそのテ、テレワークじゃないよ、なんだっけ、リモートで学習するみたいなのだと、うんうん、なんか場所は提供されないよね。うん、家の中じゃん、家の中に場所あればいいけど、まあ、そういう人ばっかりでもないじゃんね。うん、うんうん あと俺とかもその母子家庭だったから、母親イは働いててからさ、昼間は誰もいないんだよね。うん、誰もいないから何でもやりたい放題なわけ、うん、そさあ、あんまり良くないじゃん。やっぱ人と一緒にいれば、それなりにね、自分も考えて行動しますからね。みたいなことそこのフォローなんじゃないですか。うん、役割。プラスアルファではない。うん。だから、あれかな。 横井さん先生にもね、<laughs> あんまりそんなもうごめん横井さんでもそんなに申し訳ない。なないでも世の中学校の先生に求めすぎてるからね。あれもでも人格も何とかしてくれって<ー>さあ勉強も何とかしてくれついでにいい大学行かしてくれとかさやっぱりあ求めすぎでしょ。あれも本当かなと思うけどね。要はさ、うん、なんか言える先が教師しかいないっていう感じ。 うん、なんか朝日新聞の言える先が政府、岸田首相しかいないみたいな感じとさかぶって見えるんだよね、とりあえず言えるとりあえず先生に言っとくみたいなさ、しかも相手は言い返しにくい立場にあるみたいな。うっていうような気もするから、まあ、真に受けなくてよいのではっていう,うん、うん、なるほど、ね、ことも思いますよね、うん。毎年毎年なんかさ、だって担任だとしたらよ、40人とか30人とかの子をさ、送り出してるっていうだけで、なんか十分すごいよな。いや、すごいことですよ。そんな俺、絶対できないな あ,あ、そう。それはすごいっすよね。二、うん、人の子供だって。もう王女超えてんのにさ尊敬、うん、するわ。ということなんでね。どういうことなんだろう？<laughs> はい、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございました。よろしければですね。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。朝日新聞の神田泰樹でした。